こんにちは、グーチョキパンダゲームスです。なんと秘密のお留守番のアップデートが来ました。見てください、冷蔵庫にかくれんぼと書かれたキャラクターが。今回はかくれんぼのアップデートです。早速キャラクターの取り方をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ネタバレありなのでご注意くださいませませ。それじゃあ探偵卵で、ね、レッツゴー。人気で入れない。かくれんぼを選ぶとお店か公園を選べるようになりました。まずはブランコのところに行きます。ブランコの座る部分にかくれんぼしています。あー、なかなか探偵卵のジャンプでは難しい。ということで変更してネギできました。やった、大根ゲットです。かわいい。今度は砂場に行きます。もうバケツを誰かが開けてくれていますね。そして中へ入っていきます。次のキャラクターもネギで行くと取りやすいと思います。ここです、ここ、この上にいるんです。よいしょよいしょっと、安全第一卵ゲットです。それでは次は安全第一と書かれてあるガードフェンスに行きます。この端っこのところにかくれんぼしています。やった、玉ねぎゲットです。先ほどの安全卵をゲットした穴をさらに進んでいきます。するとお外に出てきました。このままどん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 奥へ進みます。探偵卵が頑張ってくれている間に、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもしていただけると動画作成の励みになります。よろしくお願いします。アジサイがとっても綺麗ですね。おっと、ここにいました。アスパラガスゲットです。あとのキャラクターはポイントでゲットできるキャラクターになります。パンダさんは今3669ポイント持ってるので、なんと全部取れちゃいます。イエイイエイイエイ。それじゃあ早速一つ目、1500ポイントのシャインマスカットゲットです。次に2000ポイントの緑キウイもゲット。
そして2500ポイントの見習い芽キャベツゲットしました。見習い芽キャベツめっちゃ可愛い。ノートとペンを持っていますね。また性格などは次回の動画でご紹介したいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして緑キウイ、あ、確かに下がキウイの果肉になってますね。そしてこちらがアスパラガス。このアスパラガスもなかなか活躍しそうだな。玉ねぎ出てくれたの、すんごく嬉しい。パンダさん、玉ねぎ出るんじゃないかなと思ってたんで嬉しいです。シャインマスカット、なんだかお口が曲がってますね。大根、葉っぱが髪の毛みたいで面白い。パンダさん、朝こんな髪の毛になってる時ありますよ。えへへ。安全第一卵、あー、やっぱり卵シリーズ可愛いですよね。卵のキャラクターはどんどん増えてて欲しいですよね。最後までご覧いただいてありがとうございます。次はイラストなどと一緒にご紹介していきたいと思います。ぜひ次の更新もまた見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではグーチョキパンダゲームズでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。あ、先ほどお伝えした玉ねぎなんですが、パンダさんのこの以前の動画のファンメイドといってオリジナルを考えた動画にこんな風に玉ねぎが出てきます。ぜひそちらもまた見てください。